では両チームのメンバー、まずはホームの大宮です。ゴールキーパー笠原、ディフェンスは岡庭、浦上、袴田、茂木の4バックです。中盤は芝山、石川、小島、山崎、先制はアンジェロッティと室井の2トップです。室井は今日がプロ初先発です。対する町田、ゴールキーパーはポープ・ウィリアム、ディフェンスは奥山、チャンミンギュ、池田、尾長の4枚です。中盤は平川、高江、下田、荒木、前線はミッチェル・デュークとエリキの2トップです。こちらは前節からの変更はありません。逆サイド浮かせて中央ルーズボール拾った下田、下田のシュート、パンチングキーパー笠原、下田のシュートでした。シンプルに背後はエリキ選手が狙いましたしね、まあ、そこをしっかり止めながら、まあ、右に展開して奥山選手のクロス、まあ、そこでしっかりと、まあ、ボール球の下田選手が反応して左足振りましたけどね。さあ、うん、これが浮かせて中央拾った奥山、いいです、ね、平川倒れる、転がして待ちだ、先制。まあ、ビルドアップのところで町田少し後ろ3枚気味にしながらね、まあ、うまく幅も使ってたと思いますしね、まあ、ここですよね、うまく左の幅使いながら、まあ、ここでスピードアップしましたし、まあ、大中選手からスピード入れたところ、まあ、この切り替えが早かったですよね。これ奥山選手だと思いますけど、まあ、しっかりとスペースありましたから、だからこの後ですよね、全く、まあ、時間も与えてなかったですし、まあ、しっかり密集作りながら、まあ、両サイドバックがしっかり関わりましたからね。大永選手もそのままゴールも入ってきましたし、こちらサイドも芝山、中央へ跳ね返ってボール、シュート、小島でしたか、足を振っていきました。まあ、左利きの小島選手でしたし、まあ、右で蹴りましたし、そんなにこう力は入ってなかったと思うんですよね。合わせただけだと思いますけど、浮かせて中央、池田、迫力ありますよね、そうですね。オナガコントロール、オナガえぐってクロス、シュートがサイドネット、ミッチェル・デュークはワールドカップでも1点いいプレーですよ。中央へ浮かせて後ろから岡庭、岡庭シュートだ、うん、ナイスキーパー、ポープ・ウィリアム。もし松田の選手が出たんじゃないかって言ってこうセルフジャッジしちゃったんですよね、この前ですよね、はい、まあ、うまく山田選手が抜けて、まあ、浮き球のところちょっと合いませんでしたけど、今度はターゲットはアンジェロッティ、拾った渋谷間、さまよむく室井、室井のシュート、枠の上、プロ初先発室井がシュートまで行きました。さあ奪った町田、ミッチェル・デューク、デュークのシュート、セカンドボールはこれはタッチラインを割ります。これは町田の理想の展開ですよね、はい、中に引っ掛けながらカウンター、まあ、シュートまで持ち運びましたからね、まあ、ですからセカンドボールを拾いれば大宮もチャンスを作れるはずです。サビ、うん、いいとこ入りましたね、石川行こうへ、うん、ブロイダー、ブロック、チャンミンギュ、その岡庭が上がっていく、芝山から岡庭、さあその岡庭、大長の対応もつれます、拾った石川、浮かせて中央、アンジェロッティ、うん、うまく合わせましたがバーの上、セッターボールは中盤ルーズ、うん、アンジェロッティ奪った、さあ大宮、アンジェロッティ、ブロイパダイク、アンジェロッティ、スルーパス、ブロイエ、キーパーかわした、倒れた、PK、大宮 PK 獲得、キーパーのポープ・ミヤモにイエローカード。同点なるか、大宮しのぐか、町田
ンジェロッティナイスキーパーこぼれてナイスセーブ防いだフォークインゲム見事チームを救うファインセーブです。泉沢仕掛けていいんじゃないですか。またいで泉沢後ろから小島のクロスヘディングゴール方向には飛んでいきました。ただ枠の上でした。最後は富山でしたか。さあ目安の4分台が近づいてきました。アンジェロッティ茂木のシュートフォークイリアムがっちりキャッチです。奪った中島ここ強いですね。中島倒れてフリーキック、まあ、分かってますよね。ここで試合終了。0対1町田連勝首位キープです。前半1点を先制して後半守りきりました。一方の大宮これで5連敗です。